燃え上がる炎を止まらないバトルをずっと進むために今も戦ってる。さあ目の前の記憶は変わり出している僕らのデスティニー。たとえ今日の世界が滅んでしまう、選手の皆様、今夜は豪華客船で盛大なパーティーを開催いたします。 KOF は試合が残ってるのに急にパーティーだ。を迎えました。隊長からの伝言だ。先に乗り込んでタイミングを見計れ。おい、客船はどっちだ？案内してくれよ。やめろ！どうして？友達だった言ってくれたから。それは友達だからだよ。ほっとけるわけないだろ。同じのでいいよ。その操作を組み合わせ俺だけかと思ってた。一緒に逃げましょう。誰も知らないところへ。私本当はち、お前あの時の。やっと気がついたね。牙の折れた狼だ。無様な。お前の大事なギースタワーはおしまいのようだな。貴様ら欲も死ね。
なかなか面白い技だ。だが所詮はただの苔落とし。お前だけは許せん。究極の奥義を見せてやる。あの構えは、は悪あがきよ。父さん、ついに仇を取ったよ。やっと終わったか。いや、まだだ。あれ、もしかして君。忘れもしないよ、愛くるしい瞳の可憐な女の子。今回の KOF で大活躍してる女格闘家、坂崎ゆりちゃんだよね。そうだろう。格闘家って私のこと？そうだよ、坂崎家ただ一人の女格闘家。あれ、あなたお兄ちゃんの言ってた、そうさ、宇宙ナンバーワン最強のハンサムボーイ、世界中の女の子をメロメロにする二階堂ベニマルとはこの俺らの。ユリちゃん、ごちそう餃子取ってきたで。うわ、私の大好物ばっかり。あ、こんなおかしなやつ相手することないねんで。はぁ、ワッド、男らしくて美しい俺様を捕まえておかしなやつとはなんだ。お前こそ服も髪型もめめしいんだよ。ワイがめめしやと？R と呼ばれる謎の男の正体はおそらくルガール・バーンシュタイン。闇社会の武器商人にして財閥のボス、そして凄腕の格闘家だ。奴は天才的ともいえる格闘センスと、勝つためには手段を問わない残忍さを兼ね備えている。世界中の猛者と戦い、未だ負け知らずだ。ギースはその手下か？いや、互いに利用し合う関係だった。ルガールは裏で KOF に絡んでいる。 KOF に世界中の一流格闘家を集めて何をする気だ？アメリカ軍から盗まれた国章はどうやら謎の力を秘めているらしい。膨大なエネルギーを吸収することができる上、特殊な放射線を放って人間の潜在的な戦闘能力を短時間で引き出すんだ。ただしこの放射線には副作用がある。特徴の影響を受けた人間は一人残らず理性を失い、凶暴化して死ぬまで戦い続けることになるそうだ。ルガールはおそらく客船に罠を仕掛けている。あ、だったら急がなきゃ。